猫自慢登場のにゃんこたち。まず登場したのは2歳の男の子、キノコ。ゴージャスな毛並みから猫の王様とも称されるペルシャです。キノコはペルシャの中でもチンチラゴールデンと呼ばれる種類。茶色っぽい毛色と秋生まれということからキノコと名付けられました。性格はちょっぴり人見知りですが、普段は窓からゆっくり外を眺めたり、爪研ぎがてらソファーでくつろぐのが大好きです。このソファ爪研ぎにちょうどいいな。こちらはキノコと共に暮らすボアル。ふわふわな白い毛並みが特徴の男の子です。少し臆病なキノコに比べ、自由奔放で気ままな性格。カメラの前でもこのリラックスモードです。何これ、食べられるのかな。実はキノコとモアルはお父さんが同じ兄弟。確かに比べてみると似てますよね。そんな2匹には大好きなものがあるんです。それはチラシや新聞。この上でくつろぐのが大好きなんです。飼い主さんがせっかく買ってきたベッドにはあまり興味を示さず、寝るのはいつもチラシの上。猫を飼っている方なら誰しもが共感するあるあるですよね。これこれ、この寝心地がいいんですよ。